君脱走するのかい？それ脱走のスタイルだね。まあできないんだけどさ、絶対それ脱走するね。なんでその状態で静止してるの？無理だって。どんなに顔突っ込んだってそれ以上いかないよ。それは無理よ。すごい頑張ってるけどそれ以上は開かないね。噛み切ったりとかしないと。その網は意外と強いて、カラスよけ用の網だからね、ゴミ用の。簡単には開かないぞ穴。無理やで。どういう格好だそれ。めちゃくちゃ脱走スタイルじゃん。いや無理無理よ。諦めた。君はそこのタオルをホリホリしたりね、なんかその網の部分をホリホリしたり出そう試みるから、ね、こうやって見るとでかくなったね君ね。あ、ハンモック乗った。そうだ、ハンモック乗った。ハンモックに乗ってるけど、ハンモックからに乗ったと思ったらハンモックの裏に行って、そこのヒーターの上で寝るのかな、シェフィーさん。たまたま見かけて、あ、どうもリンリンハローパラデール、リンリンパラレルのリントです。はい、あの YouTube にねこの動画あげようと今思ったので、あの急遽挨拶しております。君面白いね、ほんとね。そこは無理よ。でいつも暖かいそのヒーターの上に行って温まってるんですね。そこのヒーターね、床置きのヒーターだから暖かいし、上にハンモックあるからね、ちょうど暮らしやすいよね。下で方向転換してますね。いい位置に体を持っていって寝ようとするんですよね。いや、それにしてもでかくなったな、あいつな。あそこから顔がちょろっと出てましたね。ちなみにね、多分ここの網とかをカシャカシャやってると餌かなと思ってちょっとこっち来たりはすると思うんですけど、来るかな。あ、来てるね。来たね。餌かと思って来たね。でも今日ちょこっと餌あげてこっか。よいしょ。少しだけよ。そんな大量にはあげないよ。いつも木曜日だがね、あのメインのご飯の日なんで。そんな大量にはあげないけど、ちょこっとだけ。みんなと。7粒程度あげましょうかね、モニターフィードで。よいしょ。ふやかすからちょっと待っててね。少しだけよ。あ、もうご飯だってことは気づいてるね。もうちょっと水入れとこうか。よいしょ。水ちょっと吸わせて。よいしょ。あんまりね、あげすぎると、まあよく動画でも言ってるんですけれども、あげすぎるとね、太っちゃうので、あんまり太らない程度にね、ご飯をあげてます。で、おそらくこれを開けると気づいて、開けてきますね。はい、気づいた。はい、どうぞ。はい、どうぞ。はい、どうぞ。
作りにくくない？はい、こんにちは。落ちたよ。はい、おいしい？はい、はい、どうぞ。これラスト。あ、ラスト半分切れちゃった。はい、どうぞ。はい、落ちてるよ。よし、もうないよ、もう終わり。はい、もう終わり。よいしょ。はい、もう終わりです。出てきても問題ないしね、大丈夫なんだけど。ご飯あげたちょっとあとはね、少しだけ間違って指をご飯と思って噛みつこうとするのでね、散歩してる時にね、あの足の指を噛まれそうになったことがね、何回かあります。でね、最近コメントちょっといただいてて、あの散歩してるところとかっていうことでね、お伺いしてるんですけれども、近いうちにちゃんと散歩した動画あげようと思ってるんで、よかったら見てみてください。今日たまたま、ね、脱走しそうだったので、あのただ動画撮り始めたっていうだけなんですけれど、脱走しちゃダメよ。まあみんなこんな感じで元気に過ごしております。今日はねシェフィーさんスペシャルになりましたけれども、あとね、うちの子はなんかその子その子でファンがいるご様子なのでね、サナちゃんファンもいるし、セーブシシバナヘビね、セーブシシバナヘビのサナちゃんファンもいるし、フクロモモンガのパッちゃん、ギョロちゃん、そしてハロくん、そしてウィンで、春にウララ、みんなね、人あのそれぞれファンがいて、でロペが好きな人もいれば、ルフあれですね、ロペとルフはレオパード月光ねのファンもいますし、して言うとうちであんまりファンいないのはあれかな、沖縄シリケンイモリの、カルとローがそんなにファンがいないような気もする。クロちゃんファンは実はねいたりするんですよ、エゾサンショウのクロちゃんね。で、まあ、クロちゃんというかクロくんかな、クロくんのファンもいるし、でエジプシャンルセットコウモリのね、あのマナちゃんのファンもいらっしゃいますしっていう感じで、ファン多めなんですけれども、あの本当にねそれぞれみんなファンがいてすごい形です。あの私のファンが欲しい、それでいくと私リントファンってあんまりいない気がする。いやもうリントさん見たくてみたいなまあそんな人いたらよと不思議ですけど、まあそれはそれで嬉しいんですけどね。はい、そんな感じです。あの今日動画として回す感じではなかったんですけれども、回しちゃったはい、ってところです。みんななんかゆったりしてる。なんかここは壁にくっついてる。ほらケージ破壊しないよ、今ケージ破壊しようとしたでしょ、ちょっと。ほんとその辺ケージ噛むんだから。あ、噛んでるね、噛んでるけど、あのそれ以上破壊できなくなって途中でやめてるね、うん、まあ破壊できるのも限りがありますからね、それ以上は壊せないんで、そのぐらいで諦めとき。はい、というところでございました。今日はね、あのシェフィーさんの脱走をね、あのちょうどたまたま映せたので、脱走プラス、ご飯やりという感じでございます。なんかピントがなかなかずれるね、ぼやけますねってところです。あれなんか最後にちょっと気になるから、ちょっと一個取っていいかな。君片足じゃね、それ片足だよね。なんて器用だ、片足でゆったりできるんだね、すごいね、片足だ、片足でゆったりできるんだ、すごいね。もう片方の足どうしたの、もう片方の足も使えばいいの、
なんかああいう風にしたいっていうのもあるんだろうね。不思議だ。はい、というところでございました。はい、うん、なんか終わり方に困る動画になっちゃったけど、あの今日本日はそんな感じでございます。はい、またよかったらね、あのこちらのチャンネル、見ていただけると幸いです。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。あの私の動画作成へのね、あのやる気になりますので、ぜひともよろしくお願いします。あの目標としてはね、チャンネル登録1000人は行きたいので、あの1000人目指して頑張りたいので、ぜひとも皆さんチャンネル登録よろしくお願いいたします。そしてね、よろしければ Twitter、Instagram、TikTok もやってますので、よかったらそちらの方もフォローしてみてください。あのそちらのみのね、ショート動画とかもちょこちょこありますので、ぜひとも見てみてください。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで、以上、リントでした。バイバーイ。